ここにお客さんによっては薄いメラを1枚貼るんですよね。で貼っていただくと幅は一緒なので、こういうふうに裏返しにするとこれ自体がテーブルで使用できたりとかするんで。みるみるランド。はい、スマイルファクトリーさんの方にやってきました。はい。ミニキャンパーオフタイム。軽キャン。色がすごいいいですね。この好きだな。で、オフタイムトラベラー3ですね。で、乗車定員が4名の就寝定員が2名です。鈴木エフリーが今回の車両で276万円ですね。2段ベッド。そう。いや、2段ベッドじゃないんです。棚が。棚です。で、荷物を置けますよって言って、後ろに背もたれにもできますよっていう。なるほどね。寝るときは背もたれをここに置いてあげて、荷物いっぱい積んであげて。できます。あと、このキルティングの手がいいから、結構断熱もいいかもしれないですね。ちゃんとカーテンもついてますし、フルフラットがいいですね。あと電源はここですね。ここに電源を外部電源取れるようになってます。下もなんかあれかな、この見てみます。収納、本当だ、薄いけどちゃんと収納がついてます。こんな感じでついてますね。ちょっと横からも見てみましょう。収納され、格納されているので、これをどかしてあげると普通に4人乗車に戻すことができます。はい。これ電気もしっかりついてますし、便利そうですね。すごいシンプルなんですね。何気にサイドにね、収納スペースもあるので。そうだね。いい。エアが入っている状態で、そうすると横揺れっていうのが少ないんですよね。で、ちょっとこれ下の方車見ているっていう部分、これ今からエア抜くんですけど、本当だ、下がってる。これが一応エアが抜けているノーマルの状態なんですよ。ノーマルだとどうしてもやっぱり揺れが大きくなっちゃう。やっぱり乗っているときとか、あとは横風っていうのが、やっぱりすごくキャンピングカーとか背の高いのがすごい弱いんで、それを解消するのに、今、スマホ一つで全部こうやって、今、入ってます、そうそうそう、上がっている状態、すごい、スマホだけでできちゃう、そうそうすると全然揺れが違う、違いますね、一応、ほー、すごい、あ、そうなんですか、ちょうどよかった。スマホで操作できるっていうのがすごいですね。なんかアプリかなんか、そうです。アプリを取っていただくと、Bluetooth で一応つながっている状態なので、でもそれで全部操作ができる。めちゃめちゃ便利ですね。そうですね。走行性良くなります。全然違います。やっぱりエアサスって基本的にやっぱり後ろの上げ下げだけの機能っていうのは基本なんですけど、うちの場合だとやっぱり横にもやっぱ対応できるようにちょっと環境を作ってあげて、やっぱり荷物を乗せた時とか、走っているあと横風っていうのはやっぱ全く違います。結構軽ってちっちゃいけど四角いじゃないですから、だから結構横風来るとバンバン当たるんですよね。なんかあまり抜けないから、でもそれがすごい評価されるって嬉しいなと思います。そうですね。やっぱりずっとこの間までがずっとノーマルの状態で、僕もずっと自走で走ってきてたんですけど、で今回初めてそれをつけてきてやっぱ走るんですけど、やっぱさすがにちょっと運動の差はありますね。特に湾岸とかって横風が強い人がすごく多いと思うんですけど、あそこで全然違いが発揮できるのかな。他になんかちょっとご紹介しておきたいところもしあったら今回ですそうですね、多分なんか結構見るんで、なんか大体説明してもらいたいとか言ってあるんで。と今回もう一回この車のご紹介させていただこうと思うんで。あ、そうですね。はい。まあ基本的に車自体はやっぱりシンプルなんですよね。だし、まあ結局お客さんの話とかいろいろ聞いていくうちにやっぱりシンプルになっていくっていうのがあるんですけど、まあ何がやっぱこれで一番こだわってるかって断熱なんですよね。断熱と空間はやっぱりこだわってて、まあ見えないところでいうと天井の裏もそうなんですけど、車が来た時に天井を全部下ろして、天井の裏に断熱を全部張って、やってるんで、私はその断熱も普通のちょっと断熱と違って防音効果もあるんですよ。あ、そうなんですね。軽自動車ってやっぱりどうしても天井の裏ってすごく薄いんですよね。あ、そうなんですか。だって激しい雨の音とかって結構バタバタバタって響くんですけど、それをまあ防いでくれる。でもちろん熱も大体遮断してくれるような断熱をやっぱりやってる。夏も冬もね、断熱あるかないかでだいぶ違いますよね。だいぶ違いますね。あとはまあお二人のシリーズ全部そうなんですけど、やっぱりサイド側の断熱っていうのはもう絶対に妥協せずにやっているところなんで。でまあ見えないところでまだ言うと、あとそのバッテリー関係のところにもやっぱりこだわりはありますね。どんなやっぱりまあ普段のキャンピングカーだとやっぱりちょっと幅を出して下にこうバッテリーを収納するっていう業者さんは結構あると思うんですけど、まあどうしても僕たちはその空間っていうのをやっぱりこだわっているんで、バッテリーも自分たちでステンレスでバッテリーケースを作ってるんですよね。そうなんだ。だから空間がここからここまで取れてるっていうのはそのせいってことですか？そうです、そうです。そう、大体サブバッテリー入ってるところの業者さんはここがこう出てくるんですよ。そうするとこの空間がどうしてもその分狭くなるじゃないですか。それが違う、どこにつけてるんですか？下ですか？通常のバッテリーがあるところに、要はバッテリーボックス、ステンレスを作ったのをつけて、そうですね。で、横にサブバッテリーを乗せている状態です。ああ、そうなんですね。ここもやっぱり見えないところで。見えないけど、だからこそこのシンプルな空間を作り出せてるってことですね。そうですね。なってないですもんね。はい。だから結構お客さんとかでお話をしていると、で、この作れるってよく言われるんですけど。まあ僕たちがすると、まあ、一見シンプルには見えるんですけど、やっぱ見えないところのこだわりっていうのはすごいですね。ずっとあるんで、見えないところにこだわってるからこそシンプルにできるってことですね。そうですね。おお、あ、なんかでも今すっごい納得しました。だってこっちにもそっちにも、その収納スペースがあるじゃないですか、だからバッテリーどこにあるんだろうって思ってたんですけどそういう仕掛けになってたんですね。そうですね。結構まあお客さんとかでまあ YouTube 見たってお客さんもいらっしゃるんですけど、その時によくバッテリーどこついてるっていう聞かれることがよくあるんで、でもなんでそういうこの空間ができるのかっていうのもやっぱそういうところに工夫があるから。そうですね。そうすると綺麗だけど大人2人が結構余裕で寝れるっていうところがいいなって思います。長さ的にもこれ今 1m80、幅がやっぱ1m20取れてるので、20は大きいですよね。まあベッドでいうとセミダブルのベッド1つがこう横に入っているっていう状態になるので、荷物はここに置いてくださいと上に上げましょうってことですよね。寝れても十分ですよね。すごい。でしかもやっぱりここにバッテリーがない分広くなってるから、中で過ごす時も過ごしやすいです。そうですね。あとは基本的にベースの形は、まあ、僕たちこうやって提供はしてるんですけど、まあ、あと本当にお客さんの工夫次第で、例えば自分で何かここからここに置けるような木を、まあ、置いているお客さんがいたりとか、だから本当にまあ自由な発想でいろいろとこう使い方を変えていただくっていうのがやっぱメインにはなっているので、なんでもう極力やっぱシンプル、シンプルだからカスタマイズも逆にしやすいですよね。そうですね。なるほど。にしたい人はシンプルなだけど断熱とかバッテリーとかをしっかりしているところで選んで、あとは自分仕様に楽しめることができます。そうですね。なんか今回も深掘りして伺わせてもらって。めっちゃ良かったです。ぜひぜひオフタイムトラベラー3見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。みるみるランド、今ですね展開していただきました。はい。そしたらですね、上でも寝れるようになるんですね。上でも寝れるようになっちゃいました。なんと。そうです。まあやっぱりさっきも言ったようにシンプルで使えるやっぱバリエーションを増やしていくんですけど、なんでこの上でも寝れるような形になったかというと、やっぱ僕たちもそうなんですけど、このテントとかあとこの下にいている重機。テーブルそうなんですけど、はい、どう考えてもさっきのこの上だけだと収まらないんですよね。そういう時はやっぱり長いものは全部下にもう入れて、でなおかつじゃあやっぱり自走で走ってくるので島根から、やっぱちょっと疲れたなと思った時は自分がやっぱ上で少し横になって休憩できるようにっていう形をとってるんですよね。本当にもう仕事しながらキャンパーの気持ちも分かるようになっていると自動的に、すごい。そうすると結構がっつりした荷物は下に入れて、もうそのままにしといて、着くまで、で自分ができた時は上でゆっくり。ちょっと展開もう一回見せてもらっていいですかね。どんな感じで動くのか。はい。マット取り外して、はい。当てはまる。あとはこのサポートバーにもついているんで、これを取っていただけます。向こうにまた多いかな。そうです、そうです。なんでこれは基本的にこの下の収納に入る長さでの伸び縮みが一応これできるようになっているので、でも使わない時はこの下にこう入れてもらうようになって、そうです、そうです。入るようになっているので、普段はほとんど邪魔にならない。しかもさっき背もたれになってませんでした？あ、そうです。背もたれにするときはこのサポートバー今度1本だけ利用するんですよ。なんですごい工夫の仕方が、ここにかけるんですよね。かけたときに、例えば仮にこの1本はこのまま置いてもらうだけでも全然問題ないですし、であとは例えばこれをあるんですけど、ゼロで今はちょっとこれ違うんですけど、ここにお客さんによってはメラを薄いメラを1枚貼るんですよね。で貼っていただくと幅は一緒なんで。こういうふうに裏返しにすると、これ自体がテーブルで使用できたりとかするんで、そうですね、やっぱ行っていただければ、ここに貼っていただくっていうのは何でもできます。あ、そうなんですね。で、そうすると、これがこのテーブルになって、背もたれができて、もうリビングとしてもかなり完成度が高くなってきた。そしたら余計にテーブル積まなくていいってことですよね。そうですね。なので逆にオフタイム今までトラベラー2とかのゴミっていうのはそういうことができなかったんで、標準のテーブルがついてる状態だったんですけど、今回はやっぱりその空間をベースに考えて、であとはそのマットとかをいかにどういうふうに使うかっていう工夫も兼ね備えているので、こういうふうに裏返しにすればテーブルにもなりますよっていうのが、兼用いいですね。はい、ありますね。広くなるから、そういった意味でも空間が一番メインのものになってくる。すごい。多彩な本当ベッド空間が展開できるっていうのにすごいびっくりしました。シンプル。あとはもう一つ。一応お客さんに言って昔ちょっとここにサポートバーがもう1個ついてたんですけど、例えばその対面で座りたい場合だと、この中に下に何も荷物がなければ、こういうふうな形で、あと背もたれをこういうふうにつけることができるので。あ、そうなんですね。またここでも新しくそっちとこっちで分かれて座る。そうです、そうです。発想は自由なんですよ。しかもその自由にしてこう組み立てられる基礎がすごいいいですよね。すごい。そうするともうこれでもリラックスして座れると、机もできると、対面でリビングスペースにできちゃいます。すごい。これはで、しかもこれでお値段が300万切ってますね。じゃあ276万円ってことなので、これはすごい楽しいですね。そうですね。さっきの言ったように、ちょっと見せたように、もちろんピンから消えない。そうですね。はい、基本的にあったらいいなっていうものはもう標準にやっぱりしてあって、もちろんパッと見た感じあれなんですけど。1500ワットのインバーターとか、70アンペのサブバッテリー、走行10秒のシステムっていうのはやっぱりもう標準でついている。あとは本当にもうニーズに合わせて、お客さんが何がいるのか、どうしたいのかで変わってはくるんですけど、どういう方にこのオフタイム3は一番人気があるというか。そうですね、今もいろいろと契約もらっているお客様とかで、やっぱ一番多いのがやっぱりペットを一緒に連れている方とか。あ、そうなんだ。だから一番初めの、例えばここにマットが2枚ある状態で、じゃあここにワンちゃんのゲージを乗せといて、自分たち足を伸ばして寝るんですよ。で、あとはまだ小さいお子さんがいらっしゃるご家庭の方とかもできますね。上にお子さんいるから。そうですね。1m20あるんで、小さいお子さんもお子様をそこに寝かせて、自分たちの足を伸ばして寝る。だから幅広い年齢層に、そうですね。が多いですね。価格帯としても手出しやすいですし、そういう若いファミリーだったら本当に日常使いもできる車だから、それもすごい嬉しいですね。2台持ちしなくて済む。しかも OK。 やっぱりあとはさっき言った走行にこだわる人は、うちのしっかり作って優しくいろいろ対応はしてるんですけど、もらえるんじゃないかなと思ってる人は。ありがとうございます。ありがとうございます。